ハリズマティックは、アメリカ合衆国生産の競争馬、シュボバ。主なカチクラに1999年のアメリカクラシック2冠。1999年度のエクリプス少年度、代表馬、最優秀三歳ボバに選出された。1998年6月20日、ハリウッドパーク競馬場でのメイドン競争でデビューし、6着。デルマー競馬場で2000。 サンタ・アニタ競馬場でも2戦して勝てず、11月21日のメイドンクレーミング競争でようやく初勝利を挙げる。その後アローワンス競争を2戦して3着、5着とし、サンタ・カタリナステークス5着を経て、出走のクレーミング競争で2位に入戦も、1位、入戦場の後着により繰り上がりで2勝目を挙げた。一周後のアローワンス競争を二着、エルカミノ・レアルダービーでも着として、 サンターニタダービー4着を挟み出走のレキシントンステークスをレコードタイムで制してケンタッキーダービーに向かうこととなった。ケンタッキーダービーではメニフィーの追撃を抑えて第1巻を制しプリークネスステークスも制して2巻を得てベルモントステークスで3巻獲得を目指す。8万5000人を超える大観衆に迎えられたレースでは一番人気に支持され、 メニフィートケンタッキーオークスはシルバービューレットデーの3頭で上位人気を占めていた。シルバービューレットデーが大馬に先んじて馬群の主導権を握り、その背後に取り付いてレースを進め、シルバービューレットデーが交代していくと変わって先頭に踊り出るが間もなく後方から進出してきたレモンドロップキットに交わされて2番手に下がり、ビジョンバースにも交わされて3着に終わった。 このゴール入選前後、左前足の肝骨と手指骨を骨折しており、異変を察知した安城のクリス・アントレーは、ゴール入選後即座に下馬して故障した左前足を支え続けた。その光景は、ウントラ・モーメント・オブ・ザ・イヤーにも選ばれた。アントレーのとっさの行動もあって、大事には至らず、レース翌日には、ボルト4本を足に埋め込む手術が行われ、そのまま引退し、 主ボ場入りすることが決まった。引退後のエクリプス小選考では、年度代表馬と最優秀三歳母場に選ばれた。以下の内容は、イーカブイスの情報及び、記載法に基づく。引退後は、ケンタッキー州のレンズエンドファームで、種母場として共用され、しつけ量は、最初の3年間は3万5000ドルに設定されており、2003年度も2万ドルに、 設定される予定であったが、2002年10月に JRA に購買され、翌年から日本系手馬協会しずない種馬場で供養が開始された。17年間共用の後、2016年の種付けシーズンを最後に種母バを引退。種母バ引退後はアメリカに帰国し、オールドフレンズで予定を送ることが明らかにされる。11月30日に日本を離れ、 12月4日にオールドフレンズに到着。当時のオールドフレンズには、同じく日本から帰ってきたシルバーチャームとウォーエンブレムがおり、帰国後は3頭のケンタッキーダービー優勝馬を所有する唯一の牧場になっていた。しかし、2017年2月19日朝に牧場内で亡くなっているのが発見された。死後の解剖の結果、重度に骨盤を骨折して折れた骨が血管を、 突き破り、致命的な大量の出血を起こして死亡したと、推定された。重症化チ間マのみ、ハット ABCDEFGHIJKLM、カリスマティック、イクイペースホースプロフィール、イクイペースカンパニー LLC、2020年4月30日、閲覧。ABCDEFGHIJK、カリスマティック、ジャビスサーチ、公益社団法人日本軽手場協会。 2020年4月30日閲覧。AB ブロークンペルビスコーズオブカリスマティック S です。BLOODHORSE.com ブラッドホース LLC 2020年4月30日閲覧。ABCDE ホースオブザイヤーカリスマティックです。BLOODHORSE.com ブラッドホース LLC 2020年4月30日 閲覧。AB、リザルツチャーツ、ベルモントステークス。イクイペースホースプロフィール、イクイペースカンパニー LLC、2020年5月5日、閲覧。ABC、カリスマティックムービングツーオールドフレンズ。b l o o d h o r s e ットコムブラッドホース LLC、2020年4月30日、閲覧。レモンドロップキットウィンズ、ベルモントステークス。 AP ニュースザソシエ s s o c i a t e 2020年5月6日、閲覧。トリプルクラウンニア、ミスス、カリスマティック、1999。デイリーレーシングフォーム、デイリーレーシングフォーム、2020年5月6日、閲覧。ライディングフォー、A ホール。ザテレグラフ、テレグラフメディアグループリミテッド、2020年5月6日、閲覧。リタイアメント、 イズネクストフォーカリスマティックアフターサージェリー。ザワシントンポスト、ザワシントンポストコン、2020年5月6日、閲覧。カリスマティック2ジャパン。blodhorse.com。ブラッドホース llc。2020年4月30日、閲覧。ab カリスマティックが、タネボバを引退、アメリカへ。ネトキバネットドリーマーズ仕様。 リミテッド2020年4月30日閲覧ストーム成功ジャビスサーチ公益社団法人日本形種場協会2020年4月30日閲覧グールディングスグリーンジャビスサーチ公益社団法人日本形種場協会2020年4月30日閲覧サンキングジャビスサーチ公益社団法人日本形種場協会 2020年4月30日閲覧。ブルータブー。ジャビスサーチ。公益社団法人日本経手場協会。2020年4月30日閲覧。スーパーサプライズ。ジャビスサーチ。公益社団法人日本経手場協会。2020年4月30日閲覧。イコールパートナー。ジャビスサーチ。公益社団法人日本経手場協会。 2020年4月30日閲覧。ワンダー・アーキュート。ジャビス・サーチ。公益社団法人日本経手場協会。2020年4月30日閲覧。ABC。カリズマティック決闘情報。五大決闘票。ジャビス・サーチ。公益社団法人日本経手場協会。2020年4月30日閲覧。AB。カリズマティックの五大決闘票。 ネトキバネットドリーマーズ仕様リミテッド2020年4月30日閲覧ありがとうございます